銀だまい集団チェリコマンマイ姉ちゃんズ、はい、はい、ということで、ちょこっとねタイトルが変更したんですけれども、パチスローを打ってたくさんのメダルを目指しましょうというそんな企画となっております。今回は初集団チェリコちゃん、はい、なんかスローマン初、そうナスロマン初登場なんです。信じられない、すいません、よろしくお願いします。お願いいたします。でなんかね、あの前回来ていただいた、うん、あのしらすちゃんっていう方もスローマン初登場で、出ていただいて、なんかねすごいメダル出してくれたのよ。だからちょっと期待しちゃうあの全然プレッシャーにならないかしら、ま、あのそんななんかこう、うん、バトルっていう感じじゃなくって、うん、おそらくあの2人でまんまいとかあの狙っていこうねっていうゆるいこうお話をしながら楽しむ感じになってます。はい、はい、ということで、まんまいを目指したいんですけど、い狙い台はありますか？狙い台ね、いろいろ考えたんですよ、うんうん、まんまいを今出す、うん、うんって思ったんですけど、うん、やっぱりねちょっとね気になるのは、うん、寝台の天然、うん、うん、かな、うん、確かになんかあの出してる方はいるよね。そう、私もこの間打った時、うん、隣の方が6000枚出してて、うん、そう、よ出る台なんだなっていう夢を感じたので、そこはちょっと気になるなと思ってます。わかりました。じゃあなんかこういろいろ積もる話もあると思うので使える話で楽しんでいきたいと思います。はい、はい、ということで、今回のまんまい姉ちゃんズは中段チェリコちゃんと早速実践いきたいと思います。行ってきます。行ってきます。はい、ということで早速実践をスタートしたいと思います。はい、並びで取れました。はい、スマスロバジリスク甲賀忍法帳絆2天然ブラックエディション、イエーイ。長いのに素晴らしい、しっかり言えてます。間違ってたらどうしようということで、チェリちゃんとね、隣で取れたので、いろいろ2人で会話楽しみつつ、はい、たくさんのメダル出していきたいと思います。頑張ります。頑張ります。え、まいちゃんはさ、うん、今までのバジリスクシリーズとはどう？うん、いやー、私ははっきり言うとあまり相性は仲良くできてない。仲良くはないかな。なんか一度だけ。お、なんか来た。お、巻物。あ、お、強チェだ。強チェ。さすがチェリちゃん。強チェで拍手もらえるの。いやいやいや、やっぱチェリコちゃんだから。めっちゃ悪い顔してる。本当だ。そっか、私も本当に絆シリーズ全てにおいてあまり相性が良くないと思っていて、あ、うん、まあ、500枚出したら今日結構まあ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 1000枚出たらうわーすごい出たみたいなレベルなんだけど、うん、人生で万枚を私1回しか出したことなくて、全てのスロットで、それが、うん、それがあの絆なの。すごそうなの、なんか不思議でしょ、いつも全然出せないのに、うん、唯一万枚出した台が絆っていう、あ、じゃあなんか期待できるね。そうだからね、なんかあの感じにまたこうこの今の時代で慣れたら最高なんだけど、どうかなっていう。ってことはそっか、5号機の絆で。そうそう、そうなの、そうなの。あれ、レインボーちゃん、わあ、あれ話してる間にチャンス行きました。強チェからってことか、ね、紫赤です。強チェが刺さってくれた、ありがとう。もうそのままタイムまで行きたい ね、今ね14だって、すごい。14ゲームで投資が1000円です。素晴らしい。イエーイ、このままいけたら最高ちょっと銀の助でいきますね、うん、最初だからね。すごい、めっちゃ幸先スタートね。早いね、早いね。そうだから私の左側の3台がもうみんな全部何らかの当たりは得てる。何らかの形で。よし、私も続くぞ。すぐ来るよ、まいちゃん。
でもね、天然1回だけ、うん、あの前に打って、うん、周り見ててもこの台はやれる期待があるなっていう感じはすごくあったから、うんうんうん、そうだから、あ、出るんだなって思うんだけど、うん、やっぱ私触るとなかなかちょっと、いや、そう、なんかさ、他の人と違う台あれみたいになるよね。そうそうそう、同じ台打ってるのかな。そう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 、あ、目開いた、やったやったやった、え、早くない、早くない、早い、え、すごいすごいすごいよ、イエーイ、すごい。だからチェリちゃんの隣の方も一発目のチャンスからだった、うん、タイマーが出た、うん、やだ、ちょっと早くてドキドキしちゃう。もうそのままいっちゃう。はい、バジリスクタイム確定しました。ここから頑張りたいと思います。いや、でも素晴らしい、そう、まんまいを出そうという企画だから、うんうんうん、ちょっとまんまいをね、来た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 、まんまいをね、目指して目指したいよね。そう、本気で頑張りたい。あとね、まだ新年始まって、私今日一発目なのね。あ、私も一発目。あ、本当一緒だ。そうだからね、幸先いいねっていう ね、 ね、やりたいよね、動画にしたいよね。二択、ここからいきます。巻物も出てきたよ。巻物、はい、いきます。あ、頑張って、頑張りたい。あ、よしよしよし、私もバジリスクチャンスに当選しました。なかなか早いんじゃないかな。はい、私はやった64ゲームバジリスクチャンス当選。なんかね、みんな本当4台、みんな全部早い、すごい。これは期待できるぞ。ね、私はじゃあこの天然エディションを打てる、天然ブラックエディションを打てる、天然にする。あー、ちょっと待って、決定。完全告知タイプです。チェリちゃん一発で行って、その お隣の方も一発で行ってるの見てるから、うん、ここはちょっとなんとかね、決めたいよね。続きたいよ。でもそんなに気張らなくていいんだよ。そう？そうよ。さあ、私はそうこう言ってるうちにもう残り1ゲーム。起きて起きて。ラスト、おい、おい。終わっちゃったじゃん。全然終わっちゃった。おい、おい。終わっちゃったじゃん。全然終わっちゃった。はい、私は最初のチャンスでね、掴むことはできませんでしたが、まあ、地道にいきたいと思います。64ゲームで、チャンスでした。私は第一戦目いきたいと。ちょっと待って、バックが。はい、それでは戦う人数決めさせていただきたいと思います。55、そして、あ、来い、来ました。あのね、私これ、あの、一戦二戦で終わること多々あるので、ちょっとできるだけたくさん続けて進んでいけるように頑張ります。夕方、いや、なんか投資制限で AT に行ってるっていうのが、うんうん、記憶にないぐらい本当にそれぐらいね、スマスロ結構ね苦戦していて、ちょっとこれ伸ばしたい頑張って頑張って。ねえ、すごいすごい光景ですよ。左 3人みんなバジリスクタイムちょっとでも希望が持てるよね。なんか、うん、なんとなくこういい感じの機種なのかなって、うん、今 赤文字だった。やる気あるよ。あるある、すごい。でも万枚機種が絆っていうのはすごいな。そう、でもね、その日はね、うん、まあ、5号機の絆だけど、おー、巻物そう、5号機の絆だけど、うん、もう朝打ち始めた時から、うん、私の知ってる絆じゃなかったのよ、そう、だから、あれ、これはもしかしていっぱい出せるかなみたいな感じで、
千何百枚出て、すごい、よかったよかったってなってたんだけど、その直後にフリーズ引いたの、うん、すごいそう、そうなの、そっからもう止まらなくなったって感じで、うんうんうん、はい、勝ちました。サスビは、まあ、いい感じに出てちょっとでもプラスになれたら、うんうん、もちろん大きい目標は万枚を目指してるんだけど、そうだね、万枚ちゃん的なこうコンテンツを、うん、まあ、させていただくことも多くって、うんうん、3年かかってでもできたことあったっけなと多分いやそうだよね、なかなか2人で万枚って結構なハードルを、そうよ単純計算して5000、はい、5000ずつだからね、いやそうでしょやめたの、えあれやめました、やめたの、やめた、なんでえ、なんでやめたの、取り切ってやめたってこと、はい、あ、ダメ、ダメかな、これ、これダメかな、あ、終わっちゃうね、終わっちゃうの、あ、終わっちゃったいつもの絆だ私のいつもの絆だった248枚出た、いいいつも戻ってこないかな、ね、ちょっとね、はあ、はあ、なんかちょっと安心しちゃうぐらい良くない方の安心、なんかちょっとやれるかもってワクワクしたけど、うん、いつものだったってなんだろうねー1000枚10回やればいいんだもんねでもさ、リザルトの万枚じゃないから、うん、多分最後にってことだよね、そうそうそうせめて2人だったらリザルトがいい、うん、そうだねそうこう言ってたら今巻物が出て、その次に強制ですね、どっちかちょっと引っかかってほしいな、いいね、そうだよ、もうルール変えちゃおう、リザルトの万枚を目指す、そうだね、確かに確かに、そしたらなんかまだやる気が出るかも、いける気がするよね、そう、おう、引くね、ま、引くね、すごい強制ばっかり、うん、でもダメだったよ、あらああやっとなんかこれなんか来るね、赤い赤い赤い、来る来る来る、多分2回目に引いた強制からかなと思います、これいけるでしょう、イエーイ、よーし、175ゲームバジリスクチャンス当選です、あ、そっかそっか、あ、まだか、はいはい、紫紫赤、私は天然でいきます、さあ2度目のバジリスクチャンスです、ここはスコーンと言ってほしいんですけど、寝てる場合じゃないよ、もう始まってたよ、もう残り3ゲームしかないじゃんちょっと早く起きてよ、もうよいしょ、ダメかも、ラスト、おーいい、寝てる、ここで弱チェ、寝てた寝てたね、ちょっと2回目もダメ、お、でもこれ私の台総スタート290ゲームで2枚目今入ったの、ちょっと早い、ちょっと早くない、こっち行ってみる、行ってみようかな、うん、空いてるから、いやそうだね、ちょっとなんかせっかく空いてるんだったら2回チャンス引いてるんですけど、一応今空き台になってる台、第1回目のバジリスクチャンスからタイム入ってるの見てるので、ちょっとあっちに移動してみます、良い頃合いを見計らって戻って、うんうん、はい、ここで、164ゲームで持ちコインが先ほどの分がなくなりまして追加投資になりますが、まだ1000円しか使ってないので、そうだそうだそうだそう、余裕余裕、そうなの、
早く当てられるように頑張ります。あら、あら、また入ってる、すごい勝利。バジリスクチャンス確定しました。赤赤紫です。さっき紫赤だったかな。はい、175ゲームです。天然いっとく天然舞ちゃんとこでずっと寝てたからちょっと起こさせていただきたいあー終わっちゃったはい、終わってしまいました。今回はダメだったということで。起きなかった、起きなかった。天然さんダメなのかな。天然今日眠いのかもしれない、ね、はい、ということで2台目移動してきました。とりあえずやってみたいと思います。こちらの台は、先ほど打たれてた方が一度バジリスクチャンス入ってそこからタイムに行って大当たり3回。いやでもバジリスクは好きなはずなんだよ、うんうん、だって珍しくアニメとかそういう漫画とか読まない私が、うんうん、ま、漫画も読んだしアニメも全部見たの。それは好きだね。そうだよね、うん、そう、もうウドのジョウスケだけはどうしても好きになれないのどうしても多分NG出てます。マイちゃんから NG 出てます192で当たってる。でそのまま AT 入ってる。うん、192か。もうずいぶん前に通り越してるんだけど。確かにそろそろじゃないかしらね。あ、強制が来たよ。強制来たよ。24ゲーム頼みます。お願いします。お、渦巻いてる。よし8点。さあ青だけど頑張って。強制からですね。なんか来てる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 、うん、大丈夫大丈夫。おっしゃ、 OK。 総投資なんと18000。早い早いよ。早い、怖い怖い怖いよ。違うところで押してもちゃんと止まってくれるんだよね。そうそう、頼もしい。安心感あるよね、うん。天然、もう誰が何と言おうとも天然もう起こさないといけないからね。そう、やだ、本当に起きる気配ないんだけどやだシェリちゃんもね、さっき起こしにかかってくれたの。ちょっとね、起きなかったからね。弱者だよもういつまで寝てんのこの人本当にやだ。え、舞ちゃんはなんか今好印象な感じの台って何がある？まあ、2023年はね、本当にもうゴブリンスレイヤーっていう素晴らしい台との出会いがあったから、うん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 、すごい楽しかったんだけど、うん、なかなかいない、うん、そのまだこの台だったらって言える、うん、じゃあちょうどね、これから年も変わり2024年に改めてね、いい出会いがあると。おー、来た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 。そう、よしよし。そうなの、だからこういう感じでちゃんとタイムまで連れてってくれて、うん、もしかしたらこの台が私の2024年大好きな台になる可能性は秘めてるから、うん、今のところ今のところね。そうね、そうね、うん、そろそろ起きようよ。お腹空いてない？喉乾いてないか？おい天然おい天然おい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 4回目のバジリスクチャンス終了っていう文字がね、やんだ目に入ってきました。なので1台でこのやってればまだなんとかちょっとこう上は見えたものの、まだまだ先は長いです。私めは、うん、あの2番目に突入いたします。いいの、チェリちゃん、その台で変わんなくていいの？うん、OK。
舞ちゃんが天然を起こすまで起きてくれるかな、もうなんか。そう、ただお金を使ってると早いので、持ちメダルを確保したいですね、そろそろ。はい、投資が10万1000円目ちょっと待って、ちょっと待って、怖い怖い怖い、怖い。2枚目終わったの？2枚目終わった。やだ、やめる？やめる？ちょっとやだ、ちょっとでも起こしたいやるよ、やる。あの1回入るまではやる、うん、これはだってあれでしょ、8回まで行けば入るんでしょ。そうよそうよ、うん、OK、3枚目入りました、まあ、そうだけれども8回までって言ってますけど、うん、そうだそうだ、私なんか4回引いてるぞって頭でいたけど、違うよ、この台では2回ですから、まだ2回なの。そうなの、頑張って台変わってるからねと言いながらね、産まない気でいるんだけど私はえ、もうそれはもう本当に、うん、産まない産まない、そうずっと言ってるじゃん。そうそう、ずっと言ってる。そうか、そう、産まないから別に結婚を焦ってしようとかがないの、うん、なんかね、こう年を一緒に重ねていきたいなと思う人が出会ったらその時結婚なのかなっていう。わあ、うん、でもいいよね、そういう考え方もさ。そうそう、だからまあ、これからチェリちゃんがそういう方に出会えるとして、その人もさ、うん、もう別に子供はいいんだっていう人だったらうまくいきそうだよね。そうそう、あ、止まった、しゃっくり成功しました。すごい、342ゲーム結構結構いってます。地味に結構いってます。天井ってこと？あ、そうそうじゃん、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 わわ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 、なんてこと、頑張った頑張った。おー、やっぱ左隣の台はいい、はい、紫紫っていうか、そうだよ ね。じゃあもう舞ちゃん、舞ちゃんと共に天然を起こすだけ天然起こしてもう二人で協力して天然を起こしていく感じでいきたいと思います。終わったよ、天然固くなに起きない、うん、ひー、終わっちゃった。いやでも親には申し訳ないなとは思うよ、やっぱり孫が、うち弟も多分結婚しないから、君に全てを捧げるよみたいな人と出会わないと結婚しないって考えたら、まあしないだろうなっていう、まあね、なかなかそんな人出会えたらいいけどね。そう、出会えたらもうそれは結婚だと思うのよ、うん、だってもう運命、うん、運命というかさ、うん、もうストーリー始まってるじゃん、もう。確かに。あ、来た、お、来た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 、217ゲームなんだかんださ、うん、これチェリちゃんと話ができてるので、なんかなんとなくこう楽しい雰囲気でね、わかるわかる、進んでてるんだけど、うん、こう一人で黙々打ってたらこれきついと思う。いや、きついよ、きついよね、うん、私もだってまえちゃんと話して楽しいからさっき天井だったけど、天井まで行ってることにも気づかず、あ、いや、あの、よかったです、喋りながら打てる企画でだって総投資もこれ2万7000ですからね、びっくりつらいね。お、巻物発展、辛いね、赤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 、お、やった、2人揃ってちょっと行けるかな、2人で、あの、天然を起こす作業じゃあちょっと一足先に行ってるね。うん、行ってらっしゃい。天然さん、そろそろお願い。あら、お目覚め源之助、あ、恋する乙女な顔してる。本当だ、成功でございます、おめでとう。よし、さあ教授だよ、どうだどうだどうだ天然、おい、舞ちゃんが本気で挑んでいるもう口開いちゃってるもんだって、これ熟睡してる時だよ、はい、もう、はい、で投資が1万5000円になります、天然でね。口乾燥しちゃうよ、口開いてたらもうもはや死んでるからねあ、そっか、これ死んでるのか、多分アニメの中で死んでるシーン、わかんないけど多分死んでて生き返るというかあれなんじゃないんですか、違うですよね、多分 AED 持ってきてよ誰か
もう今日ぜひいたのに、かたくなに起きようとしないの何なの、この人本当に。うわうわ、3回目だ。お、巻物。お、頼む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 、来てよもう、頼む頼む。まいちゃんラストだよ。いや終わっちゃった。ちょっとだ、何なんこの人。おかしい、おかしいな。バジリスクチャンス終了。全然どこでも大丈夫。でもお肉は元気出るね。そうだよね、うん、じゃあなんかそのあたりで、うん、あれ、いやすごいすごいすごい、巻物からの、おすごい、急に来ました。そろそろ天然起きてもらわないと。いつもねおぼろちゃんを選びがちなんだけど、今日はもうそう、あ待って、あ危ない危ない今日は天然を起こす作業がもうねえ終わっちゃう。え、やだ。え、もうやだ。何それ、もうダメだ、なんダメだ。バジリスクチャンス終了っていうこの寂しい文字、4回4する。100ゲーム巻物。いやこれは、いや行くよ、テロップ来たから。いいよいいよ、あ来た来た来た、よしよしよし、来ました巻物から。あー、はい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 、黄色、あーチューしちゃいました、チュー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 でもういきなり来ましたよ。よしよし、まいちゃんがこれが4回目、4回目一緒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 に今進んでます。足並み揃ってますね。てんちゃんそろそろ行ってもらおうよ。そうよ、さすがに。もうさ、何これ、4回目も終わり。もうお年玉いっぱいあげたからないんだよ財布の中に。わかる。4枚目です。4枚目だよ。4枚あったら何食べれる。おころめっちゃおこでいこう。よしよしよし、いけ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 。そうだ、もうウドのジョースケはもうこれは倒そう。本当にダメ、やっちまえ、あけぎぬ。おー、いったじゃん、いったいったいった、よし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 、早い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 、素晴らしい、頑張れ。22ゲーム、5回目のバジリスクチャンスです、うん、5回目、そして31,000円。まだいけるよ。ね、チェリちゃ ん、 ん、あと1回なんだ。どうしたらいいこれ。まあでもここで起きる可能性あるもんね。そうそうそう、まだね、起きろよ。さすがにねえ、なんなの本当にって気持ちになる。ああすごい、もうこればっかり。もやもやばっかりたまってさ、5回です。ちょっともう大問題これ。あ80ゲームでかい巻物、熱愛熱愛、私も来た、おっしゃったけどごめん、熱愛来た来た、うん、8点、いけ、よしよし、投げボボ、よいしょ、うん、OK、 6回目よ。さあ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 、そろ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 じゃないでしょうか。よしよし、はい、88ゲーム、6回目のバジリスクチャンス。お願い。ああ、2枚目、終わった、終わった、3枚目や。なんかチェリちゃんの場合はさ、うん、朝一早かったから余計に辛い。あれ幻だったのかな。当たってた、絶対当たってた、本当当たってた、私の中記憶違いではない。おかしいな、違う。巻物来たよ、ほれ天然
おい、なんてことねえ、またまたまたあと1回なんだけどなんてことなの本当に、汚い言葉発しちゃいそうだからやめてって大きいてって、そうよ来た、起き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 た、汚い言葉発せなく発さずすんよかった、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 ふから始まる汚い言葉をちょっとね、あの出しそうになってたんで、よかったです、不滅の負だったかもしれない、よかった、よかった、ありがとうございます。総投資が、でもね、34,000円なかなか行きました、よかった、ありがとうございます。6回目のバジリスクチャンスで、バジリスクタイム突入です、ありがとう、おめでとう、ありがとう、ようやくお願いします、お願いしまーす、頼む、7とか、あれ3対5、まあ奇数だからね、よし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 、来い、これもさっきチェリちゃん出てたやつ、来いね、そう来い、頼みます、黄色、はいはいはい、いいよ、あれ、キサラギサイモンって顔変える人？あ、顔変える人。あ、私この人やだわ。嫌な人多くない？いや、伊賀をやっぱさ、うん、三重出身だからさ、ね、やっぱ伊賀を応援したいの。うんうんうん、そっかそっか。そう、どうしてもね。そう、なんかこの人がホタルビ倒しちゃうんだもん。あ、そうね、そうね。そうだよね、うん。何をやってくれるんだよって。全然ね、なんか取り返せるこの期待があるんだったら突っ込むのは全然いいんだけど、まだちょっと未知だから、そうだよね、私の中でも天然があれ、もう倒れちゃったよ、ちょっと待って待って待って、やめて、ちょっと待ってよ、もう嘘嘘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 嘘、ええ、ちょっと待って、嘘嘘、いや嘘嘘嘘、いや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 、うっそやめる、やめる、うん、やめよ、やめる、やめよ、やめます、うん、降格スタートの可能性があるため数ゲーム様子を見てやめって書いてあるんだけど、うん、そういう場合はさ、こんなマンジダミ行かないよね、さすがになんかね、ちょっと夕方な感じのね、うん、いいいい、別にここでなんかじゃあチャンスが来ようがやめます、34,000投資の167枚、とりあえずお昼、お昼行こっか、うん、じゃあそっちの台押さえて、うん、お昼にする、はい、ということで今から後半戦スタートします、頑張ります、はい、頑張ります、すごいリセット、いや、そうね、すごいリセットされてる気持ちがね、だいぶね、うん、朝一の気分で、そうだね、もう朝一の台に私は戻ってきました、そうですね、朝一、そうだよね、朝一の台に戻ってきて、そうだよね、168枚を持って、そうだよね、そうだよね、朝一の台に戻ってきました、そうだよね、はい、いやいやほら、戻ってきてくれたって頑張んなきゃって思ってくれるかもしれない、思ってくれたな、うん、いいな、そうそう、頑張りましょう、頑張りましょういや、これなかなかだね、ねえ、ちょっとね、だいぶやられてますね、我々、そうだよね、うん、いやでもお昼ご飯あってよかった、いや、ほんとほんと、一回リフレッシュしたしね、そう、ずっと打ってたらね、もうなんか、うん、まいちゃんのさっきのあの汚い言葉が出そうになるいや、今ね、あのすごい、もう、うん、もうね、あの、うん、沈静化してる、あ、本当、うん、ご飯美味しかったし、美味しかった、あの店員さんかっこよかったし、ね、感じも良かったよね、すごい感じ良かったよね、みんなみんなニコニコしてて、みんな感じ良かった、ね、いや、みんな良かったよ、みんな良かった、お会計の時マジマジ見ちゃったよ良かった、若いんだろうな、二十歳そこそこぐらいだと思って肌がすごい綺麗だった、そんな若くはないと思うよ、嘘、本当、多分20代中盤ぐらいじゃないかな、中盤から後半だと思う、私の予想、そうか私の予想ってなんだよって感じあ、吉田さん最初のそのやり取りの感じがさ、うんうん、なんか全然最初顔なんか見ないじゃん、うんうん、声のトーンとかさ、うん、その気配りとかでさ、 あ、なんかこの人すごい感じのいい人だなって、ね、パッて顔開けたら、あ、あら、かっこいいみたいなって
可愛い可愛い乙女のまいちゃん久々にあの中学生ぐらいの気持ちに帰っちゃってはっって思った。本当わかんないけどね、ほら見た目ってさわかんないじゃん、わかんない、ね、そうわかんない、でも結構落ち着いてたし、落ち着いてた、あと言葉遣いもしっかりしてた、そうそうしっかりしてたし、育ちが良さそうだなって思った、そう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 、なんか20代半ばくらいじゃないかな、半ばから後半くらいじゃないかなと私は踏んでいる。いや20代半ばではちょっときついな、さすがにちょっと絵と一周以上違うんだろうな、ね、そうなんだよね若いよね、そうね、そうだから大学生の集団とかいるとさ若い、大学生ってこんなに幼いっけって思うのよ、ね、思う、なんか自分が年取ってるからなんだけど、あ、追加で、わかる、だって自分が大学生の時ってさ、うん、やっぱ普通のね、うん、まあ、30も行ってないような人たち、うんうんうん、みんなはおじさんおばさんだと思ってたもん、思ってたよね、思ってた、とても思っていた、うん、とても思ってた、うん、はあ、だってなんかこの間さ、なんかちょっと前になんか、うん、あの X でバズってたやつで、うん、なんかその若い子と一緒にタクシーに乗った時に、うん、なんかその若い子がいくつか分かんないけど、うん、なんかその最近このタクシーでなんかめっちゃ出てくるこのおばさん誰なんですかねって、あ、うん、絆きた、絆きた、さっきからねなんか煽りがあったね、協調を引いてたからかも、あれタクシー乗ってる人、あ、じゃあそうタクシーで、うん、なんかその液晶に最近よく流れるこのおばさん誰なんですかねって言われたって言ってて、浜崎あゆいさんだね、え、乗ってる乗ってる今タクシーめっちゃ流れてるの、そう最近あゆやってんのよ、あれをなんか誰なんですかねこのおばさんって言われて、なんか苦笑いで何も言えなかったみたいなことを書いてる人がいて、あゆがおばさんなのそう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 、ちょっとしかも知らない知らないおばさんだよ、あゆのことを知らないんだよ、怖っそう、もう歌でわかるじゃん、そう、歌で聞いてもわかんないのか、知らないおばさん、すごいショック、それ結構衝撃だった、あ、ちょっともう天然との戦いがあるから、ね、そう天然はちゃんと起こします、さっき起こせたのでね、3回目ですからこの台では、でしかもこの台3回目全部私が弾いてますから、そうよそうよそうよ、はい、戻ってきたのよ、戻ってきたよ、おかえり、ただいま、さっきみたいにびっくりさせなさい、いやもうさすがにバジリスクタイム1回は嫌いになるって、うん、嫌いになる、しかも枚数が少なすぎたからねめっちゃ少ないよね、うん、ちょっとあのいい思いしてほしいおおおお、キョウチェリー、おお、キョウチェリーだよ、あ、キョウチェリー、あ、来たよ来たよ、待って、お、来て、お、キョウチェリー2連続だよ、すごいね、すごくない、お、巻物、およかったよかった、はい勝利もうさ3回目、あ、待ってちょっと、はあ、バジリスクチャンス来ました、あ、赤、5回目、あ、赤、赤だ、赤投色、5回目でございます、行くよ、うん、そろそろね、さすがに一応あの持ち込みない、持ち込みないっていう言い方じゃないけど投資が2万5000円、天然はさっき舞ちゃんが起こしてくれたからおぼろちゃんで行きましょうか、じゃあおぼろちゃんで行きましょう、ポン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 って感じですよね、この開いていく感じ、さてさてさて最終告知なのでここからです、どうしようか、赤だし頑張ってほしい、あ、赤い、赤いから大丈夫だねこれ、おーい、いらっしゃいました、殿、殿方が、愛しの殿方がいらっしゃいました、5回目、素晴らしい、はい、ということでバジリスクタイム入りました、よかった、2回目のバジリスクタイムでございます、いや頑張ってほしい、投資が2万5000円、うん、うん、よし、まだまだ、ありがとうございます、バジリスクタイム、ちょっとねさっきは2回で終わってしまって
本当にちょっとしかメダルがもらえなかったので巻物今回はねせめて500枚欲を出したら1000枚もっと言っていいなら3000枚いきなり飛ぶいきなり飛ぶいや本当やったーすごーいよしよし3000枚って言ったからかないいね言葉もあるねありがとうございますちょっとねやれるぞっていう気持ちでね、うんうんうん、ちょっと行かないとね赤赤紫ですありがとうございます素晴らしいよしよしいいぞいいぞいいぞこの感じはね良いはいプラス10ゲームありがとうございますでかいよねでかいこの10はでかいよジョースキーは絶対倒してほしいけどな好きじゃないからね、うん、やった倒したよし OK 倒したんじゃないわジョースケ君に勝たれちゃったんださあこの台で4回目のバジリスクチャンスです4回目よ4回目4回目だからなかなかいい回数いってんだよこの台そうよそうようーうーうわーうわこっちも来た同時やりました4回目よしよし、全部です投資の方が3万6000円ですまだまだギリギリなんとかなりますね絆だわ23ゲーム来ましたおめでとうちょっとねまえちゃんと同時にそうだ、ね、いい展開同時バジリスクタイム、ね、やったやった今度は伸ばそういやちょっとね本当に面白いんだよっていうところを見せてほしいそうよ、うん、はい5対5で球が飛んでいきましたさてお2つはい円と鯉いただきましたおうよし巻物やる気ある気ねいいよあテロップ赤いですこれはいいんじゃないのせいよしあもう一個かよし7イエイイエイはいバジリスクチャンス確定ほいありがとうございますちょっとねこの赤7をもらえる機会がポンポン来ているのでちょっとは伸ばせるんじゃないかと期待しております伸ばしたいよね伸ばしたいおのおう後期2連発おーろ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 ー後期おーし上手今回は強いぞよしありがとうございますおめでとうよしちょっとやる気ある今回いいねいいねうんどうでしょう微妙すごい あれちょっと待ってねえちょっと待って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 そんなはずはないそんなはずはないそうもうさっき見たよこのマンジュダニもう終わっちゃった。もう終わっちゃった。もう分かり合えない。私は信じられない。
173枚持って打ちます1回ってちょっと、いや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 、私もう一回あれなんかローストビーフ丼食べてこようかなもう一回そうそう、ね、ちょっとでも久しぶりに見たな、あのレベル。何があの男の子のレベル、めっちゃ言うじゃん、うん、いやずっと言うじゃん。いや私あんまりそのなんか相当相当好きな、この子かっこいいみたいなないんだって。いやすごくない？いやそうね、でもそれだけ舞、うん、ちゃんのお眼鏡にかなったってことでしょ。えすっ、いやそう、えらい、なんかよっぽどなんかそういうなんか 目の保養ができてないってことだよね、うん、そうですよね面白い、なかなかそんなこと言ってたら18ゲームバジリスクチャンス、やったじゃんやったじゃんえずっとあの男の子の話してたらいいかもしれない、そうだね、もしかしたら当たるかもしれない、あ面白い、そう、えでも確かにすごくあれだったよね、言葉遣いとか気遣いとか気配りとか、気配りとかさ、すごい素晴らしかったね、すごかった。ちゃんとあのねやっぱ目を見て話せる人ってさいいなと思う、 それは思う、そうだよね、うん、あの人目見てたでしょ、ちゃんと目見て話してくれてた、ほらほらほら誰誰舞ちゃんだよ、舞ちゃんだよ、舞ちゃんこんな感じだったっけ、わかんない面白いあそうだ、天然起こすんだったらもう、いいよこの人は起きなくてもいや起きなきゃダメなのよ選んでしまったがゆえ起きなきゃいけないのよダメだあまあ1回目ですからね、そうね、こんな感じでこうポンポンポンとそうポン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 と、ね、来てくれたらね、全然文句はないですよ。これなんか当たってそう、うん当たってそう、当たってるねこれはね、当たってます、16ゲーム、これはかっこいいね、すごい ねノーストレスノーストレス、ポンポンと、えそうなんだ、みんなすごいかっこいいと思ってた、思ってると思ってた、あ思ってると思ってた、うん、でもなんか別にカメラマンさんもはぁみたいな感じだし別にチェルちゃんも別にねみたいな、そっかやっぱえチェルちゃん全然かっこよかったよ、そうだよね、そうだけどほらそんなに響いてたのかっていう驚きの方がなんかあんまりまいちゃんそんな若いあのなんだろうイケメン好きじゃなさそうなイメージだったから好きじゃないよ好きじゃないいや私もびっくりした、素晴らしい出会いだわ素晴らしい出会いに、そうね、花を添えてよ、ね、なんでまた天然にしてんのもう今日天然さんと、ね、あもう天然に行くの、うん、そっか、おチェリー引けてます、あ金色いただきました、はい、あ飛ばしちゃった大丈夫でした、起きないか、もうずっと寝てろダメダメダメ、ずっと寝てろよもうはい、バシリスクチャンス2回目失敗、まあ、でもねこんだけポンポン、そうそうね、だって16ゲームでしょ、そうめっちゃ早い、ね、18、うんうん、それいいね、そのペースでずっと行ってほしいよね、そう、そしたらもうあっという間に、そうよそうよ、今回は、はい、円と恋でございます、よろしくお願いします、おー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 いいね、巻物どうかしら、ダメかしら、あー来たー、すごい、ありがとうございます、順調でございます、いいねいいね、うん、はい7いただきました、ちょっとでもそういう風になるっていうのをさ、うんうん、教えてもらえるとさ、うん、頑張れそう、やる気出る本当だよね、なんかビジョンが見えないとさ、見えないもうなんか闇雲にも突っ走るしかないから、ちょっと分かるとねいいよね、そうよしいい感じでございます、500枚いきました、よし、うおキョウチ、おお来るかなこれ、おおお来るかな、来たね来たね、来たかっこいい、そうなってくるといやそう楽しいよね、ね楽しいよね、よしよしいいぞいいぞ、流れはいいぞ、うん、
2つ いただきました。年上はさ、良い、いやでもね年上が好きとか言っときながら、うん、マックスで2個上までしか付き合ったことがないから、すごい上とかではない、なんかあの基本的にその私、うん、出会いの場に行かない、前から言ってるじゃん、私もそうよ、でその合コンの類とか行ったことがなくて、うん、そうそう一緒一緒ってことはさ、だから多分同じ年齢になるんじゃん、そうだよね、そうでしょ、そうそうなのよ、凄まじく離れることがないんだよね、ないないない、あの近場のコミュニティになるから、でコミュニティ一緒じゃないと、うん、ほら嘘つかれてるかもしれないじゃん、名前、年齢、住所誰々の誰々の友達とかも全然無理全然無理、それ他人だから確かに確かに私もだからさ、うん、あのまず人と会わないからさそうで出会う、どこにも出会う場じゃない、そうあのそのそれこそあのなんか道端でぶつかって何かが始まらない限り何もないぐらい人と会わないからわかんない、だから私その高校も大学もそういうの行ったことがないから、うんうんうん、セッティングはしたことあるの、でも私そういう合コンとかそういう嫌なんだよねって言ったら、うん、あ別に前呼んでないからみたいな、セッティングして行かないやつ来ないでって言われる、すごくないそれあれでしょ、まえちゃん来たらまえちゃんにみんな取られちゃうから、いい顔をしてる巻物私もなんか合コン的な類のものに一切行ったことがなくて、そうだよね言ってたよね、1回だけ騙されてこの話したっけ連れてかれたやつ、陽キャのグループでめっちゃ可愛くて目立ってる女の子がいて、その子がなんか一緒に遊ぼうって言ってるって言われてめっちゃ嬉しくて、嬉しいね、誘われたと思って、でなんかご飯食べにみんなで行くよって言われたから、ウキウキ行ったら合コンだったっていう、すぐ帰ったけど端っこでずっとなんかあのお皿配ったり下げたりして、それですぐ帰ったけど、だからなんか自分で参加しようと思って参加したとか、出会いを求めてなんとかとかそういうの一切ないから、私もない、でも逆にやっといた方が良かったのかな若い時、あ紫同色っていうのはちょっと最近思うけどね、昔なんか、いやでもね行っても結局ね端っこでねお皿下げ、いやなんもなんないんですよ端っこでジュース飲みながらお皿下げてる人になっちゃうから一緒なんだよね、あでも私一回大学1年、うん、2年か、うん、もう同じ学部の男の子に、うんうん、この子紹介してってもうどうしても言われてって、うんうん、そいつマジいいやつなんだっつってあったのようん、うん、珍しく、うんうん、で苦痛な1時間半を過ごしてで、あでもやっぱ結構無理だ、あちょっと待ってボタン出た、あ大事、お巻物か、うん、いやなんかさご飯ってさ食べる人大事だよね、大事、一緒に食べる人、そう嫌な感じではなかった、うんうん、で、あなんかまあこの人だったら、うんうん、まあ、次もし誘われたとしても、うんうん、まあ行ってもいいかなぐらいの、おうおうお元木と3回目まだ早いね、早いよね、うん、早い早い、天然、さあ私はもう一回バジリスクタイムに行くのだ、3回じゃダメなのかな、ラスト1、ありゃー3回ダメでした、全然帰んないので、え何これって思い始めて、だんだんちょっとなんかイライラしてきてさ、私もで、あもう遅いんでって、多分もうちょっと喋りたかったんだろうね、そう多分もう一軒行きたいとか、うんうん、そうだよね、で、いやでもそいつが発した言葉が、うん、映画見ないって言われて、いや その時間からご飯食べた後から、そうで、え何の映画ですかって、あ家でってこと、そう何の映画ですかって言ったら、うん、いやオレンジでって言われた瞬間に、あもう二度と会わないって、うん、そうだねどうしてもって言ったその友達に、うん、あのなんとかくん、うん、こうやって言われたから置いてきた、あすごい花火から出てたそうなんだ、まあでもな、その若さに 流れてこうポッポッついてってさ、うんうん、そっからね別に彼氏彼女になれば別にいいんだろうけど、うん、そうね、やっぱさすがに出会ったその日で
しかもさ、めっちゃさあのドタイプでさ、うん、ぶっ刺さってるわけではないわけじゃん。全然全然そう、うん、なんかさ昭和の人間だからさ、うん、あの基本的にさあのネットでの出会いはさ殺されると思ってるし、わかるわかるわかる、めっちゃわかる。みんなさアプリすごくない？いやすごい、殺されるぞって私いつも言ってんの。よかった、一緒の感覚。一緒だよ。殺されると思ってるし、基本的に知らない人の家に行ったら盗撮されてると思ってるから。そう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 、思ってる思ってる思ってる。あー、かわいい、出た。もうなんかしょうもない話してる。めっちゃいろいろ出てるんだけど、ずっとなんかしょうもない話でも楽しいんだけど。すごい女子会トーク。お、赤い。もうちょっと若い時にな、うん、なんかもう少しアグレッシブにいっとけば、うん、そうねそうねそうね。はい、ありがとうございます。この音いいよね。おー、いいよね。ありがとうございます。バジリスクチャンス、よかった。完全にチェリちゃんの台は軌道に乗ってくれたから、ね、乗ったね、うん、乗った乗った。紫紫赤、ありがとう。まいちゃんが今何回、今ね3回か、次引いて4回。そろそろ来てほしい。そうね、まあまあ今日はでも私あの男の子と出会ったからもうプラスですよ。心の収支はプラスです。イケメンって偉大だね。いやでもさ、びっくりしたの。パッと見て、あ、この人かっこいいみたいなのないのよ、今まで。全くないの。ねえ、マジで行った方がいいよ、それ。違う違う、なんか好きなタイプ誰とかさ、よく聞いてくるじゃん。芸能人で言うと誰とか。いないんだよ。私もないのよ。いないのよ。好きになった人が好きなの。そう、わかるわかる。え、だからビビビッと来たってことだよね。え、いや、いやいや、さすがに、あの、かわいそう。かわいそうって何？いや、あの、だって あんな若い子にすればさ、え、わかんないよ。めちゃめちゃ若く見える、あのそんなに年離れてない人かもしれないじゃん。それはない。ないかな。絶対と一周以上。え、いくつぐらいだったと思います？いや、そうですよ、ほら20代じゃん。でも20代前半ではないと思うんだけど、私。そう、5枚目入ります。わかんないけどね、年はわかんないよね。わかんないね。いやでも若かった、すごい若かったよ、うん、いやでもなんかもう年齢なんてね。 ありがとうございます。あんまもう私は本当気にしないわ。いや、そう、おー、ありがとうございます。キョチェリもうだってこの間鏡見たら1本ビヨーンって白髪が出ててさ。1本どころか私もう白髪だらけだよ。本当に、うん、めっちゃ白髪だらけ。超ショックで、え、白髪じゃんと。なんかね、去年ぐらいからめっちゃ白髪になった。そうそう、なんか白髪は結構ショックだったな。わかる、速攻抜いた。でもなんか抜いちゃダメなんだよね、本当は。え、そうなの。なんか白髪抜き穴って、うん、なんか白髪しか生えてこないみたいな。でなんか抜くと毛根痛むから、なんかうねりが強くなるみたいな。また次生えてくるときめっちゃうねって生えてくるのと、あと頭皮傷つけるから、あの今後髪の毛が減ってくるとき、あ、かわいい、これは当たった、当たったね。もう一回。そうなの。そう、こう頭皮を傷つけて、あの毛がやっぱり少なくなるのを自分で促しちゃうからみたいな。やだ。はい、白髪話をしていましたら。素晴らしい。イエイイエイ。なんかこういう雑談、本当中身のない雑談をしながらも、うん、しっかりチェリちゃんはね枚数増やしてますから、私もそれに続きたい。いやいや、4回目です。おいでおいで。なんかしかもね、なんか浮いてくるんだよね、なんていうの、あの立つ。茶柱みたい。めっちゃ主張してくんの。はい、1000枚超えました、おめでとう。めっちゃババ臭い会話してる。確かに。笑いすぎて熱くなってきたもん。ちょっと手まくっていい？私もまくってるよ、もうすでに。こんななんかめっちゃ笑う、新年早々こんな笑ったの初めてだわ。いいこといいこといいこと、いっぱい笑わないと ね。そう、元気な人はさ、いっぱい笑ってさ、そうそうそう、もう元気な人がもっと元気にならないと。そうよ、笑うって大事だからね。大事だよ。
そしてなんかこういう話ができる友がいるっていうのも私はもうありがたいと思う。4回目スルーしたけどありがたい。ごめんね、なんかすごいベラベラどうでもいい話してるから申し訳ない。え、なんだって今日もう私はあのときめいてるから。あ、そうね、気持ちがね、気持ちが若いから、うん、若いから今もう23歳ぐらい気持ちいいだいぶだいぶエイジング効果あった普通に本当は入りたかったお店に入れなくて、うん、まあここでいっかって思ってしまった、うん、申し訳ないながらも、うん、入ったところで、うん、いやだってあのお兄さんがほら、あ、そうね、何ですか、外出てきてくれる、 あそこでもやられたんだ私は。あ、だから店で一番高いの食べてあげようと思ってねえ、ちょっと笑わせないで、涙出てきた。カメラさんめっちゃ笑ってる。1500円のランチだからね、高い高いランチをね、高いランチをいただいてね。わあ、わあ、なんか可愛い男の子って思った時に、うん、あ、すっごいおばさんになった。やったします、ありがとうございます。すごいかっこいい今のね、うん、あ、赤いですね。ボタンプッシュはやっぱ最高だ ね急に出てくるからね、テンション高まる。変な話ばっかりしてちゃダメだもんいやほらイケメンの話してると調子いいって言ってたからそうなんだよ、やっぱ調子いい、うん、はい、サンキュー、ありがとう、はい、タレパンダって世代？世代？そうだよね。急にどうした？いやいや、おぼろちゃん見るとさ、いつもタレパンダ思い出しちゃうの。確かにこのメイクが ね垂れてる感じのね、そうそう、黒いのがね、タレパンダめっちゃ世代だよ。私大好きだったの。うん、よかった、舞ちゃんが元気でよかった。元気。いっぱい投資してるけど。いやそうだね。うん、いや本当にあの、ご飯屋さんあそこでよかった。いや、あのお兄ちゃんが呼びに来てくれなかった、あの出会いはなかったんだもん、ね、よかったね、すごい出会いですよ、あそこでよかった本当にいやでもそういうのさ、日常の中にさ突然現れるときめきって大事よね。あ、でも私は絶対に自分から行かない、うん、あ、そうなんだ、うん、あの小学校3年生までは男の子を追っかけ回す人だったの、うん、なんだけど小3の時に好きな子が転校しちゃう、うんうん、ってなって、あらあらあら、でお手紙書いて、うん、もうずっと覚えてる、この話いろんなところで多分してるんだけどだ渡したの、うん、元気でねって言って、うんうん、そしたらその目の前でそれをビリビリビリって破られて、うん、投げつけられて、うん、気持ち悪い、うん、って言われてから、うん、一切その好きに自分からなるみたいなのがない。それはトラウマになるよ。そうだからもう、そう、中学時代とかさ、うん、あの子ちょっといいなとかあるじゃん、うん、でも、うん、いつもあの教室の暗幕のさ、うん、カーテンの隙間からさ、サッカー部の試合とかを眺めてさ、怖い怖いバレちゃうからし怖い怖いなんとか君を見てるんだよとかそっちの方が怖い普通に見ればいいよねダメダメ。いやでもそれはね、トラウマになる。絶対さ、なんかちょっと恥ずかしかったみたいのがあったんだと思うけど、向こうはお年頃だからさ。いやでもね、追いかけ回してたから嫌いだったのかも。あ、そうなのあとなんか雑巾掛けの時とか、うん、わざとすごいなんかパンツが見えるようにとか、なんかすごい混ぜてる、何してるの、なんか多分好きな男の子に対してのアピールが待って、もう涙出てくる方向性おかしいのよ違うの、なんかね、私多分ちっちゃい頃のなんていうの、性、うんうん、男子に対しての、ね、ちょっとあの先を行っちゃってたのね。そうだから幼稚園の頃とか、うん、ただ男の子追っかけ回すんじゃなくて、うんうん、上半身裸になってなんか布みたいなのを、うん、そのブラジャーみたいに先生に巻いてもらって、うんうん、先生協力者なんだ上半身裸、ほぼ裸でなんとかくーんって言って追いかけてたから、それは嫌われるよね、うんね、ちょっと笑いすぎてウケないんだけど涙出てきた。いやすごいね、だ
か、なんか隣に座った男の子のこととかすぐ好きになっちゃって、まあだから天罰が食らったんだよ、小学校3年生3年生からの暗幕の隙間から好きな子を見るみたいな、ずいぶん180度いったねそっから一切自分からこう思いを伝えたことなんかないそっか、でもそれは確かにわかる、なんかそのトラウマみたいになってちょっと怖いなって、また同じ気持ちを味わいたくないなっていうさ、あ、プラ息に行きました、やったやったやっとプラス息にニョキッと出ました、よしよし、いやちょっと希望が見えたね、希望見えたね、うん、今1326枚、やる気ある、お、天然倒した、姉さんサンキュー、あれこれ私今何枚目入れてる、5枚目でしたっけ5枚目だよね、だってさっき3万いくらって言ってたから、あと1000円で5枚入ってくるならね、全然いくらでもね、うん、突っ込むんだけど、おお、いけ、おお、やったー、すごい、タレパン、確かにタレパンだっぽい、っぽいよねイエーイでもなんか私もなんか理想ね、うん、これ理想、うん、あの家の近所で、うん、そうたまたま見つけたちょっといい感じの喫茶店とかで、うん、で働いてるなんかめっちゃドタイプのイケメンと出会って、うん、そのコーヒー屋さんに通うみたいなっていう展開にならないかなって日々思っている、なるほどね、うん、そうそうそう、いやそれでだからそっから何とかじゃないんだよ、うんうん、そのコーヒー屋に通うっていう、はいはいはい、癒しを作りたい、確かに6枚目、あ6枚よ、え、5枚目じゃない、いや、6枚目ですよね、6枚目なの、そう、はあ、6枚目か、もう天然ひっぱたき起こしてやるいや、本当だねそういうのだから憧れるけど、多分そのコミュ力がある人たちは多分自然とこうやってんのか作ってるだろうな、お、赤文字入りました、行きました、ありがとうございます、かっこいいね、この3個3色がこうパカパカと、うん、ありがとうございます、私はそこにもう汚れっぽいのしか溜まってない出てきた子から、ね、そう出てきてくれればいいんだけど、放出していただきたい、あら可愛らしい全員集合ですね、13戦目、66、お、これは来るんだ、強い強い、強手、明け絹結構青でも やれてるよ、いやでもこれジョウスケが勝つのが嫌なんだよな、あ捕まっちゃった、304ゲーム、5回目のバジリスクチャンスになります、そろそろじゃないでしょうか、よしよしよし、天然さあ頼むよ、天然さん天然さん、ラストですよ、あれもう5回目もダメ、うわもうすごい溜まってるここまでだった、終わるか、終わるか、うー
receive. Oh, drop a red, red, red. やる気満々。はい。勝利。さてさてさて、お、赤い、大丈夫だ。強制さあどうぞ。きたー、画面クラッシュ演出、かっこいい、かっこいい。強制さあどうよ。きたー、画面クラッシュ演出、かっこいい、かっこいいって書いてくれてるからすごい分かりやすいよね。こんな急にやられても分かんないから。そうだよね、すごい、はい、これが画面クラッシュ演出。92ゲーム、これは当たりです。うわー、かっこいい。1,2,3,4,5,6 回目のバジリスクチャンスになるわけですね。あのバジリスクタイムを抜けてから6回目です。頑張ってるよ。いや頑張ってる。よし、95ゲーム、6回目のバジリスクチャンスです。そろそろじゃない？あの1台目というか、まあ、2台目というか、最初にバジリスクタイムが入った、台は6回目でようやくバジリスクタイムに入りました。そして1回で終わりました。2回バジリスクタイムに入って2回とも1回ですよ。さすがにちょっとかわいそう。来た来た来た、よしよしよし。今回も、6回目で入ってくれましたね。さあ3回目のバジリスクタイムですから、さすがにね3度目の正直見せていただきましょう。では見てきます。総投資が5万5,000円。もうこの辺で止まっとこう。さすがに厳しいね。いやでも今日の私は元気だから。そうだよね、だって5万5,000円って言ってる、あの何、口調がすごい軽やかだもん。5万5,000円って。そうそう、まあ、もはやだいぶ前から。あ、かわいい、かわいい、かわいい。なにこれ、期待してもいいの。あれ私さ、これちょっと待って。あ、よかった、来た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 、よかった。あのなんかアニメっぽい始まりはさ、 あれはつながるよっていう意味なの。あれって多分終わらないやつなんじゃないの。もそうだよね、さすがにね、わかんないけど、おそらくそうなんじゃないかと。よかった、2回目なんとか1回で終わることは免れましたよ。よし、赤文字になってる、大丈夫。おっしゃー、ありがたい。私のとこにも赤七が来てくれました。舞ちゃん、行くぞ行くぞ。これは今までと大丈夫かな、違う展開。そうだよね、まあまあそうだよね、1回1回で終わったから。いやそうなんだけど。それはそうなんだけど。よし、3度目の、もう3分の1でいいから返してほしい。うんうんうん。あ、予告が出た。おお、いいねいいね、うん、次回バジリスク甲賀忍法帳。わー、これは嬉しい。
はいはいはい、恋出ましたよ、恋です。私のは恋ではありません。そうだからさ、私もさ年上、その高校生の時しか付き合ったことないんだけど、なんか年上に行った方がいいのかなっていう最近のね。はい、2000枚突破しました。すっごい。はい、2000枚超えました。すごい。ほら3000枚って言ったから、言ったから。そう言ってた。欲を出していいなら3000枚って言ったから。ちょっと思いが届いてる。テロップ赤い。うお、かっこいい。イケメンカットインが入った。勝利サンキューです。よし、おっとおっと、お、やる気あるぞ。よしよし、よかったよかった、すごい。オッケー、はい。あ、バジリスクチャンス。はい。頑張って。嘘やん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 。ああ、来た。ああ。そうだ。無事エンディングを迎えられます。切ない顔してる。すごいことになってた。大好きです、この大好きですは辛いよ。はい、エンディング画面を見たということで、すごい、はい、19世2454枚。はい、ということで無事エンディング到達いたしました。よかったよかった、すごいよ。ちょっと写真撮っとこう、もうないかもしれないから、うん、いや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 、今後二度とないかもしれない。あ、そうなんだ、天然はここからが勝負ですって今カメラさんから。そうなのね。わあ、そういうことか、なるほど。うわー、かっこいい。城に行きましたよ。もう初めての領域に来てしまってるから。道すぎて。はい、発展でございます。ここからあれ、やられとる。うん、そんなことないよね。はいはい、お目目が開きまして、はい、勝利ということで、これでバジリスクチャンス確定からの紫。おー、高野入り方するんだ。すごい、かっこいい、かっこいい。あ、で紫に変わるんだ。うわ、かっこいい。で祝宴チャレンジになると。ほほー、かっこよー。残り3回、この天然の図柄が揃えば、カットインの背景色、青、緑、赤、レインボー。よし、青い、青はダメでしょう。あー、はい、残り2回、とりあえず AT はもう確定しているわけですが、やっぱりせっかく入ったからには成功させたい。怖い、全然来ない。あー、青い、ダメだ、わかんない、青でもね揃うかもしれないですからね。怖い、だってもういつも見える紫見えなくなっちゃってるわ。もうダメじゃん。なんなの、もう最低は
かね、欲しいね。赤かレインボー頼む。もうラスト1回しかないから。青い、全部青なんだ。やだ、怖いよ。あ、もうダメじゃない私もうダメだ。大事な時にこうやってやれない、すいません。せっかくのチャンスを、これをまた伸ばせるように頑張ります。これは兵馬のことね。5対5、また重い。よし、まだ続いてる。まいちゃんも続いてる。なんとかね、今8戦目まで来たよ。うん、そう、今回でも絆口角がついてないんだ。怖いよね。怖い、これはやばそう。あー、これやばい。あー、ついにここまでか。わーん、ここでか。巻物、もうちょっと早く。はい、私は857枚8000でですね、終わりました。だいぶ頑張ってくれた方だと思います。総投資とかね、その辺の兼ね合いはこうエンディングの方でしっかりお伝えしたいと思います。ありがとうございました。最後伸びてよかった。よし、巻物。おい、お、テロップ赤い。よし、ありがとうございます。はい、7いただきました。はい、よし、かっこいい入り方だな。さっき3000枚って言ったから、3000枚は超えたい。でも今2700枚なのでいける、大丈夫。よし、7、ありがとうございます。もうさっきの紫見えなくなったのがトラウマになって、ちょっとビビっちゃって。アンレイ、アンレイ、いや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 、待って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 、3000枚なの、ちょっと足りてないの。やだやだやだ終わるはずがない、終わるはずがない。あはははこれで終わりってことですね。はい、終わりました。最初の頃に、あの、欲を言っていいならば3000枚っていう風に言ってたんですよ。でも3000枚がもう目の前まで来たので、これはいけるってちょっと調子乗ったですね。そしたら直前で終わるというこの結果は十分頑張ったんじゃないかと思われます。エンディングちょっと振り返りつつ、まいちゃんとお話ししたいなと思います。ありがとうございました。やったぞ。実践終了。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ということで、結果の方を発表していきたいと思います、はい、まずは私銀玉井の結果からですね、はい、打ちましたね。
人でね、うん、打ち切りました、うん、すごく頑張っためっちゃ頑張りました。その結果私は、総投資55,000円、最終的な獲得枚数が893枚で、1692枚のマイナスです。6枚入っちゃった。いやそうだよねいやでも、うんうん、正直単発だよね、まあ、1回で単発で戻ってきてまた単発で3度目のって言ってたら3度目でなんとか8000まで戦えたのでまあ、ね、1000枚は届きたかったんですけど、まあまあでも最終的に手元に少しは残ってくれたので、まあ許容範囲かなと、スマスロってるんだったらまあまあ許容範囲の、結果になったんじゃないかなと思います。ありがとうございました、うん、そしてもちりちゃんがすごかった。私もね、なんか最初ね朝一が ね、1000円でねポンと当たって、うん、あ今日はいけるかもと思った、うん、あと店長までね連れてかれてねちょっと危ういかなと思ったんですけど、うん、まあバッと伸びてくれたので、うん、ちょっと結果はこんな感じになりました、投資が25,000円、うん、獲得が2876枚ということでプラス1701枚でした。すごーい、はい、すごい、2人合わせたらプラスだ。いやそうプラスだすごいねえ、とりあえずよかったねえ、よかった。でもねちょっとね悔しいポイントはいっぱいあった。あの出せたけど、うん、やっぱりあの、うん、せっかく入った、うん、あのあれね、なんだ終焉のやつね。そう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 、何チャレンジでしたっけ祝宴、そう、あ、祝宴、そう、祝宴チャレンジ、せっかく入ったのに成功できず、でその後も3000枚もうすぐだから大丈夫だとかなんかね言ったらね調子乗ったからね、ベベーンとこうシャットダウンされまして3000枚乗らずに終わったっていうちょっと悔しいポイントは、うんうん、まあ、ちょこちょこありましたけど、まあ十分かなり頑張れたかなと。すごかった、ね、ただ万枚をねそっか、あ、そっか、そう、2人で万枚を目指す企画でやっていたので、うん、そうだね、そうだ、てっきり忘れてた。多分私約1000枚はリザルトだったら出てると思う。そうだよねまあそれでも販売にもちょっと足らなかったので、あれなんですけど、今日は心の終始プラスですから。そう、心の終始プラス、はい、それ一番大事、大事です、ね、こんなにずっと爆笑して打てなくなるほど笑った実践って過去ないじゃないかぐらい楽しかったです。はい、まあね、あのこの向こうにいらっしゃる読者様もこうクスクスと笑いながら見ていてくれてたらいいなと思いつつ、はい、今回の実践はこの辺で終了したいと思います。はい、はい、チェリちゃん大勝利おめでとうございます。ありがとうございます、はい、ではまたこのシリーズ続いていくかもしれませんので、またねお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました、はい、ありがとうございました。バイバイ。